エモヤンの人生ふらりつまみ食い、キャンプも終わりました。そしてそのキャンプに、まあ、私が、まあ、注目しているのはですね、まあ、これ産経スポーツでも、今年のキャンプの注目は何かという一つのテーマを決めて、やろうということで、産経スポーツのコラムも随分そのテーマに沿ったコメントをしておきましたが、それは何かというと、プロ野球はですね、まあ、やっぱり野球はピッチャーとか、まあ、よく言いますよね。まあ、言いますけど、そのピッチャーに一番大事なのは何か、これはもう当然キャッチャーですね。まあ、私の師匠って言ってもね、向こうが私のことを弟子と言うから、まあ、私もしょうがないから師匠と呼んでましたけど、野村克也さんがね、キャッチャーの、まあ、で初めて、まあ、三冠を取ったというね、まあ、とんでもない大選手だったわけですけど、まあ、野村さんからも現役時代からよくこうキャッチャー論とかね、キャッチャーとこうあるべきだとかね、ピッチャーはこうだとかいう話をねよくしてました。で私も結構個人的にもキャッチャーの話は嫌いじゃないんですよ。まあ、41年も解説やって、まあ、11年間、プロ野球で、まあ、プレーヤーとしてやってきた中でやっぱりいろんなキャッチャーも見ましたしね、それからまあ高校大学社会人といろんなキャッチャーを見て、まあ、野球特に私の場合はピッチャーですから、もうキャッチャーというのは本当に、大事だなというあたりでね、視点を、まあ、そういうことのつながりで今年のキャンプのテーマを、まあ、キャッチャーに焦点を当てようということで、まあ、いろいろ見たり聞いたりしながらですね、やってきました。でそこで皆さん、12球団の、まあ、今年の話ですね、キャッチャー争いというのはね、まあ、熾烈な各球団いろいろやってまして、で去年ね、優勝した、まあ、セパでいうとヤクルト、これは中村というキャッチャーがほぼ、まあ、1年間通して、やりましたが、意外とその1年間通してやるっていうキャッチャーがもうだんだんいなくなって、まあ、ちょっと調子が悪いとねキャッチャー変えたり、まあ、いろんなことでね、まあ、この辺は非常に、チームの、そのキャッチャーを使う時の首脳陣の苦しさみたいなものがあったりしてね、それからピッチャーとの相性だとか、いろいろあります。で私はまあ、一口で言われるとキャッチャーという仕事は何が一番大事かと、で一つはですね、まあ、俗に言われる頭ですね、まあ、要するにそのリード面に関しての、まあ、頭脳ですよね、まあ、これが一つですね。それからもう一つはその肩ですね。キャッチャーというのは、まあ、肩が良くないとね、ランナーが出ると、まあ、盗塁されるというのがピンチを迎える。ピッチャーにとっては、まあ、肩のいいキャッチャーというのはね、これは一つ大事なんですけど、でそれからもう一つはですね、やっぱりスタメンに出るわけですから、これはバッターとして打てるかどうか、この3つがまあ大きく分けると、重要なポイントだと思うんですけど、この優先順位をどうだって言われたらですね、私は順番から言うと肩、打撃で頭と、いうふうにですね、ちょっとそのまあ、見てるわけですね。でそこで考えてみると、やはりバッティングのいいキャッチャーを使いたいっていうのがね、首脳陣も最終的にあるんじゃないかということで、去年も、まあ、セ・リーグで優勝したヤクルトの、まあ、中村捕手はですね、まあ、バッティングもかなり今までと違って良かったんですね。でそれから、まあ、ちょっとここにメルモンがありますがね、皆さんこのキャッチャーというのはね、どれだけの人がいるかというとね、まあ、さーっと言いますけど、ヤクルトは、まあ、もちろん中村ですね。で阪神は梅野、坂本という選手がいます。それから巨人は大城、小林、それから、まあ、岸田なんて選手もいますけどね。で、まあ、広島の場合は相澤選手、それから中日は、まあ、私のコーチの後輩の木下というのがいましてね、それから、まあ、ベイスターズには伊藤
まあ、オリックスからあの、トレードできた選手ですけど、でパ・リーグの場合は、オリックスが優勝しましたから、これは若月という選手がね、まあ、主に、被ってました。それから、ロッテが加藤という選手ですね。それから、楽天は、まあ、太田というキャッチャーが一番ね、多く被ったんですけど、それから、まあ、なんといっても、皆さんの記憶に新しいのはやっぱりソフトバンクの甲斐選手ですね。これはもうすごいいい方してるしね、いいキャッチャーでした。それから、まあ、日本ハムは、まあ、清水という人が一番、まあ、被ったんですけど、まあ、年間通してどうかな。それから、まあ、あとはキャッチャーの森という、ね、選手でした。これは皆さんどこで判断するかというとね、まあ、ちょっとこれ余計な話なんですけどね、年俸で言いましょう。これは年俸が一番、その選手が一番、活躍したかどうか表してるわけですけど、中村選手年俸1億7000万、梅野選手1億6000万、大城5500万、相澤選手1億8000万、木下選手が4800万、伊藤光という選手が1億1000万、結構もらってますよね。それから、パ・リーグではですね、優勝した日本人だと若月という選手はまあ3800万ぐらいだと、それから、まあ、ロッテの加藤の選手はまあ2100万、それから楽天の太田選手は3000万で、ソフトバンクの甲斐選手は活躍しましたから、これは2億1000万もらってる。それから、まあ、日本ハムは、まあ、清水さんは3400万と。それから、まあ、西武の森、捕手はですね、これは、まあ、活躍しました、よく打ちましたしね、これは2億1000万。これは年俸は推定ですから、まあ、正確ではありません。しかし、この大体、ほぼこんなもんだと。この年俸で、大体キャッチャーの、ね、実力を測るわけですけど、まあ、こういった人たちがね、本当に固定して、このシーズンを乗り切れるかというところはですね、ペナントレースの大事な部分になってきますので、ぜひ、キャッチャーにも皆さんね、この今シーズン、注目をしてもらいたいなと。でキャッチャーの例についてはまた徐々にやりますから、またの機会にですね、そういうことで、今日はキャッチャーの話をさせていただきます。